はい、どうもお待たせしました。それでは、これからその生物統計学精神事業調校コースの臨床研究者のための生物統計学という講義を始めたいと思います。私は医学研究科の臨床統計学で教員しています田中と申します。で、私もともとそのもう8年以上前に京大病院に着任をして、当時探索医療センターというところで、臨床試験の統計の仕事をしていました。で、皆さん、の中にもそういった一緒に仕事した方がいらっしゃるんですけれども、その中で、京大で一緒に仕事をする中でやっぱり、研究をしている中で少しでも良い研究をしたいという思いが共通なんですよね。で、特に臨床試験だとか臨床研究の場合には統計解析が非常に重要ということで、こういった、機械を利用して、京大の中でより良い臨床研究ができるように学ぶ機会を持ちたいと思って企画しました。で、この講義はですね、書いています通りこの A メロ生物統計学精神事業の一環としてやっていますので、最初にちょっとその事業についてアナウンスしたいんですけれども、こちらその、大学院の新しい修士課程に相当する専門職学課程のコースになります。で、我々の所属する社会健康医学系専攻の中で、ですね、こういった臨床統計学育成コースという生物統計の専門家 のコースを立ち上げまして、で、京大のような臨床研究 の拠点病院で、人材不足している統計科を育成しようというようなことで事業しています。その一環で、こういった、教育 のコースを、しているという次第です。で、前向きはこれぐらいにして、本日のお話ですけれども、まずそのどうして二重盲検ランダム化臨床試験が必要なのかということから入ったとお話した後に、具体的にどういったランダム化のテクニックがあるかということをお話しして、その後、クラスターランダム化等の特殊なランダム化について述べた後に、事例研究のような形でランダム化に生じた治療切り替えをどう扱うかという話をしたいと思っています。で、まずそのなぜ、二重盲検ランダム化臨床試験が必要かということなんですけれども、これ、1989年の事例でランダム化が重要だということを示す一つの事例を紹介したいと思います。で、こちらそのがん領域の、単群の二層試験の、話で、大腸がんの事例です。で、がんの臨床開発ではこの第二層試験っていうのはシングルアーム比較試験じゃなくてシングルアームの試験であるんですね。単群試験で、で、単群で腫瘍、縮小効果が何パーセント見られるかということを調べる試験が多くて、で、この事例もその事例です。で、1989年に大腸がん領域である有望な第二層臨床試験が報告されたと。で、この試験が 5FU とインターフェロンアルファの併用療法の臨床試験で、で、16人の、大腸がんの患者に腫瘍、縮小効果何パーセントぐらい腫瘍が小さくなるかというのを、調べたような試験です。で、結果だけ言うと16人中13人と、81% の患者に、で腫瘍の反応が見られたと、縮小反応が見られたということで、この試験この治療は非常に有望じゃないかと思うんですけれども、そうじゃなかったという事例です。で、これが実際の、データですけれども、1人評価不能の方がいたので、17人中16人が解析対象になりましたけれども、ここにあるのが PR パーソルレスポンスですね。この、部分走行と言われるような状態で、実に13人の患者にで反応が見られたと。で、こういったデータを見るとやっぱり期待するんですけれども、その後、追試をした結果がこちらです。これがその最初の先ほどの、第二層試験で腫瘍縮小効果が 81% で見られたんですが、その後第二層試験をいくつかすると15試験を行うと、平均で 30% の患者しか、縮小効果が見られなくて、で、その後 RCT や大規模なランダム化臨床試験第三層臨床試験が行われたんですけれども、それほど腫瘍縮小効果が見られなかったというような事例です。で、よく見るとですね、試験ごとにその結果というのはかなりばらついていて、第二層試験だけで見ても
最小が 3% から、一番腫瘍縮小効果が見られた試験では 63% と、まあ、最初の試験に比べたら小さいんですけれども、試験ごとにかなり走行率、腫瘍縮小効果というのはばらつきがあったということですね。でなぜ、こういった、まあ、最初の第二相試験では良かったのに後になると悪くなったかということを説明する要因として、患者間の、まあ、腫瘍縮小効果、反応の、まあ、個人差というのが言われています。でつまり、抗がん剤への反応性っていうのは、例えば薬物代謝ですとか患者さんの PS だとか、あるいはステージだとか、そういったいろんな要因によって、ばらつくんですね。でたまたま例えばその施設に状態のいい患者さんが集まって、でそこで臨床試験を行うと、まあ、結果が良かったり、そういった患者さんをどういうふうに選ぶか、患者選択によってかなり腫瘍縮小反応というのはばらつく。でたまたまこういった、第二相試験でいい成績があっても、それが本当に薬のパワーなのか、あるいはたまたまいい患者だったのかということが、まあ、なかなか区別できないということは言われています。ですので、まあ、最終的にはこういったランダム化第三相試験でコントロールを置いて、比較対象を置いて臨床試験するというのが、まあ、一般に行われているわけです。で、こちらが、まあ、それを、医薬品の臨床開発の中で整理したものですけれども、これその薬事規制のことまで含めたスライドなので、ここだけ注目していただきたいんですけれども、抗がん剤の臨床開発では、特に、まあ、市販前の臨床開発では、まあ、第一相試験では容量制限毒性を調べて、で特に殺細胞薬の場合には、容量制限毒性ギリギリのところまで、投与量を投与すると。で、フェーズ1の段階で毒性に基づいて投与量を設定をして、でこういったその後、まあ、腫瘍縮小等を評価をして、で、まあ、本当にその薬が有効かどうかっていう探索を行うわけですね。まあ、言い換えると、この段階では効果があるかどうかっていうのを確定するわけではなくて、医師のスクリーンを行うわけです。で、このフェイズ2というのは一般には単群試験で腫瘍縮小反応を見ることが多い。で、その後行われる第三相試験では生存期間を評価をして、で、特にランダム化による、比較対象をちゃんと設定をして、比較試験をして、で有効性を確定するというようなことが行われます。ですから、まあ、この第一相試験、第二相試験は単群試験で行われるんですけれども、やはりその有効性を検証する場合にはランダム化というのは必要だということです。これはその、第一相試験、第二相試験のデザインに関しては、まあ、疾患領域だとか医薬品の領域によって、異なりますけれども、一般にそのランダム化による比較試験が、医薬品の承認には要求されるということです。で、もう少しランダム化について、なぜ必要なのかについて考えてみるとですね、今度は高圧薬の効果を考えてみたいと思います。で、例えば収縮血圧が150ミリの患者さんがいたとして、でその患者さんにある高圧薬が投薬したと。でそうすると140ミリに下がった、まあ、これは、まあ、よく見られる話ですね。ただ、この140ミリに下がったというときに、なぜ下がったということを考えてみると、そのこの薬の薬理学的な効果だけではなくて、後で説明する平均への回帰というような現象が影響したり、例えば患者ごとに薬物動態っていうのは違うと思うんですが、そういった個人差による影響でこの患者さんには、効果が見られた、別の患者さんに投与すると薬の効果っていうのは、まあ違ってくるっていうことも考えられますし、あるいは血圧というのは水銀デジタルじゃなくて水銀血圧計のような測定をする場合には、医師や患者さんによって読み方が違う、あるいは投与していることを知っているので、まあ投与後の血圧を低く見積もってしまったりとか、そういった主観による影響もあるかもしれませんし、あるいは副作用の影響というのもあるかもしれません。例えば、まあ、高圧薬を途中で飲むのをやめたりだとか、あるいは銅像を減らしたりすると、そういったことで薬の効き方が違っていく可能性もありますし、あとは、高圧薬を投与することで併用薬をやめたりしたら、それもまた影響が出てくると。そういったことを考えると、いろんなファクターがある中で本当に、薬の薬理学的な効果を調べるにはどうしたらいいかということを考えていくことになるわけです。でそれが、まあ、臨床研究のデザインということになるわけですね。
で、それを一つ一つ考えていきたいんですけれども、先ほど述べた、平均への回帰についてですけれども、まあ、素朴に考えると、高圧薬を投与した集団で投与前後を比較したらどうかということを調べれば、前後差を比べれば、高圧薬の影響が、まあ、効果が調べられないかということを考えるわけですけれども、それじゃあ、まあ、ダメだという話ですね。で、その説明としてよく使われるのが、平均への回帰、リグレッション・トゥ・ミンという現象です。この平均への回帰という現象は、1回目の測定値が例えば高かったり低かったり、まあ、血圧の測定ってばらつきますよね。そういったばらつきが生じた状況で、同じ個人の2回目の測定値は1回目よりも2回目の方が平均値に近づく、全体の平均に近づくというような現象です。これはその血圧に限ったことではなくて、いろんなそのランダムな数を伴う測定に、共通して見られる現象です。で、臨床試験の場合には基本的にはその適格基準を設定をして、血圧が何ミリよりも高い患者さんを登録していったりしますので、基準より血圧が高い患者さんばかり選べられるわけですね。そうすると、そのこの、最初に説明した平均の回帰にちょうどそういそういうような状況なんですね。つまり1回目の測定値が高い患者さんばかりが選ばれると。そうすると2回目のに測った、血圧というのは登録時に測った適格基準以上の測定、血圧よりも下がる可能性が高いんですね。そういうことを考えると、投与後の血圧というのは登録の前の血圧に比べて効果がなかったとしても下がって当たり前なんですね。ですので、こういった平均の回帰のような前後比較に伴うような、まあ、一種の、まあ、バイアスというか、偏りを調整するためにはコントロールを設定をして、で、平均への回帰が、影響しないような比較をしなければならないということが、ということになるわけです。で、そうするとコントロールというのは、まあ、比較対象群のことですけれども、どういった集団と比較対象を置けばいい、で、比較対象を置けばいいか、どういった集団をコントロールにすればいいかということが問題になるわけです。で、もちろんそのコントロールの、候補としてはいろんなものがあって、例えば血圧の効果を調べる場合には健常時の集団を比べるということはもあるかもしれないし、あるいは別の施設の高血圧の患者と比べるということもありえますし、あるいは、患者を別の施設ではなくて別の高圧薬を投与されている患者集団と比べる、いろんなバリエーションが考えられるわけです。で、まあ、こういったコントロールを研究デザインの段階では考えていくことになるわけですけれども、例えばこの中で別の施設の患者集団と比較するというのは、まあ、よくコントロールとしてやるわけですけれども、こういった比較っていうのは実施可能性が高い施設間で比較するというのは、まあ、簡単なんですけれども、患者背景だとか医療関係が違っている可能性があるわけなので、可能性が高いので、まあ、コントロールとして、こういった要因が比較の可能性を妨げるわけですね。で、そのいろんなその比較対象を考えていくと、結局理想のコントロールは何かということにいくつわけです。で、理想のコントロールというのは介入以外の条件が全て同じになるような集団というのが、まあ、当然理想で、それと高圧薬の投与のような介入をした状況と比較してやれば、純粋にその高圧薬の投与というのが、まあ、見れるということになるわけです。で、介入以外の条件が全て同じになるような個人を探そうというのは非常に難しいので、実際には臨床研究の場でどうするかということですけれども、そのためにはランダム化というのを行うわけですね。つまり、例えば高血圧の患者集団を、まあ、設定をして、でその集団をランダムに2つに分けて、で、一方では高圧薬の A を投与し、あるいは B を投与し、もしかしたら高圧薬を投与しプラセボ投与しというような形で比較をするわけです。で、そういうふうに集団をランダムに分けてやれば、完全に一人一人の特徴は同じということにはならないと思いますし、小規模の場合にはランダムに分けても特徴が異なるということは、まあ、可能性としてあるわけですけれども、人数が多くなれば平均的に似たような患者さんが両群、ランダムに分けた両群に含まれるということになるわけです。で、こういった現象状況が、まあ、理想のコントロールに一番近い状況なんですね。
で一方で、よく観察研究で問題になる現象として行楽コンファウンディングということがあります。コンファウンディングというのは、集団間で比較したい集団間で患者背景などが異なっていて比較可能性がないことを言います。ですので、まあ、ランダム化というのはこの行楽を、まあ、調整するというか、まあ、排除するための一つの手法という意味にもなります。で仮に、ランダム化をしてコントロールを受けたとしたときにどういった、まあ状況条件と比較するかということを考えてみたいと思います。例えば、コントロール治療として何も治療しないわけにいかないのでプラセボを設定するとしてはどうでしょうか。で、もしプラセボだということを医師や患者が知るとすると先ほど の, その水銀血圧計のようなアウトカムの評価だとか併用薬の治療方針のような治療方針に影響する可能があるわけですね。そうするとこれがまたその先ほどの、薬理学効果に上乗せされて、ランダムな誤差だとか偏りとかそういったいろんな要因になってくるのでそれも排除したいことになる排除したいわけです。で、こういったその主観による影響というのを排除するためによく使われるのが、まあ、盲検化ブラインドで、これについてはいろいろなそのバリエーションがあってで例えば割り付け結果を患者に知らせないというのが、まあ、一番シンプルなブラインドのやり方でこれをまあ仮に一重盲検と呼ぶとこれに加えて治療する医師に知らせないというのを二重盲検と言います。でよくダブルブラインドだとか二重盲検比較試験というようなことを言われている場合には通常は患者と医師に割り付けの結果を知らせない治療内容を知らせないというのが、まあ、よく行われていることということです。ただこの一重盲検二重盲検だけじゃなくて例えば、アウトカムエンドポイントを評価するものに、割り付け結果を知らせずに試験を行ってで、アウトカムの評価を公平に偏りなく行うということもよく行われます。でこういった場合を、まあ、三重盲検といったりします。ですのでまあ、ダブルブラインドといっても通常は患者医師だけですけれどもどういった人が盲検化されているのかということも重要になってくるということです。で、そういったいろいろなその臨床研究を行う上のデザインの工夫というのはあるわけですけれどもそれを整理してみるとですね例えば観察された血圧の差がいろいろな要因によって生じるものだとすると例えば薬理学的効果や副作用他の治療の影響平均の回帰行楽主観によるバイアスいろんなものの足し算だとするとこの平均への回帰というのは、まあ、比較対象を適切に置くことで、排除することができますし先ほどの行楽というのはランダム化を行って理想に近いコントロールを設定することによって排除したいということですしあるいは主観によるバイアスはこのブラインド先ほど プラセボコントロールを置いたときに、そのプラセボだということを知らせないそういった、手法を使うことによって排除することができるわけです。で残りのこの副作用の影響ですとか他の治療の影響そういったものについてはどう考えればいいかということですけれどもこれはその必ずしもいいものなのか悪いものなのか排除すべきものかということではなくて、臨床試験に対する考え方、どういった治療の特性を評価したいことかというの、ということに、まあ、関係してきます。で、こちらはそのランダム化臨床試験の一つの一種の分類を示したものですけれども大きくランダム化臨床試験は特に検証的な試験はエクスプラナトリートライアルとプラグマティックトライアルというの2つに、の考え方に沿って行われるというふうに言われています。で、このエクスプラナトリートライアルというのはその、まあ、定薬とはないんですけれども言葉で言うと薬理学的な効果を推定するから目的な試験というふうに言われます。で一方で、プラグマティックトライアルこれは、まあ、実践的というような言葉がで言われることが多いですけれどもこちらは治療方針決定のために臨床現場での総合的な治療効果を推定することが目的で行われる試験というふうに言われています。でどちらかというとこちらは、まあ、医薬品を開発するときの治験に近いような状況設定ですね。でこちらはプラグマティックトライアルというのは、まあ、治験ではなくて、医師主導で行われる臨床現場で行われる臨床試験のことを指します。でもちろんこのエクスプラナトリーとプラグマティックこの2つは完全に二分されるわけではなくて、
まあ段階的にこれはまあこのデザインはエクスプラナトリーに近い考えで設定されたり、あるいはこの試験は、プラグマティックトライなんだけれども、エクスプラナトリーな部分もあるとか、そういった完全に分かれる問題なんですけれども、考え方としては、まあ、この2つがあるということですね。で、例えばエクスプラナトリートライアルの例をもう一つ挙げる、いくつか挙げると、新規高圧薬の第三相試験なんかは、例えば通常プラセボ対象を置くわけですし、あるいは、併用する高圧薬の種類だとか用法用量とは、まあ、基本的には制限がなされていて、まあ、例えば使えなかったりとかそういった実験的な状況で行われるわけです。でそういった実験的な状況で行われる試験のことをエクスプラナトリートライアルと言われるわけですね。で、それに対比するとがんのランダム化臨床試験なんかは、実薬対象で行われますし副作用や、増薬などに伴う、二次治療等は許容されますのでこういった新規高圧薬の臨床試験とはかなり、治療方針に関する考え方が違うんですね。でこちらの方はこういった併用薬等の影響はできるだけ排除しようというような考え方で行われるのに対して、こういったプラグマティックトライアルの場合にはそういった実地医療で行われる他の治療の影響ですとか副作用そういったものの影響込みで、総合的な治療効果を評価するというような方式で行われるということです。で、またそのランダム化という言葉はランダムサンプリングに、まあ、言葉上は近いんですけれどもこのランダムサンプリングとランダム化とは全く違う概念で例えば、ランダムサンプリングというのはこういった患者集団がいたとしてで最初にお示ししたがんの第二相試験なんかはヒストリカルコントロールの走行率に比べて今回、選ばれてきた研究対象の集団スタディポピュレーションの走行率がどれぐらい高いかどうかということを、まあ、見ているわけですね。で仮に、スタディポピュレーションとヒストリカルコントロールがこのターゲットポピュレーションの中のランダムサンプルであればつまり、この2つの集団がともにこのターゲットポピュレーションを代表するデータであれば比較することができるわけですけれども実際に臨床試験を行う場合には例えば、患者を選ぶときにランダムに選ぶことは難しいですし参加する施設なんかも試験ごとに違うので、現実的にはランダムサンプリングはできないわけですね。でそこで、まあスタディポピュレーションをランダムに2つに分けてこの右側と左側を比較することによって、比較可能性を保とうというのがランダム化になるわけです。でですね、まあランダム化というのを言ったのはフィッシャーというこの統計家なんですけれども、フィッシャーより以前の統計学では、まあ、ランダム化ということはあまり強く言われていませんでした。で例えば、まあ単純に考えるとランダムサンプルに行ってデータをたくさん集めれば対数の法則によって平均値は真実に収束するわけですね。そうすれば、まあ、偏りなくあるいは、ランダムな誤差も少なく、まあ、研究が実施できるということなんですけれども実際医学研究ではそう先ほど述べたような例えば行楽ですとか平均値の回帰というのやいろんなバイアスの要因がありますので、そういった状況ではそのランダム化ですとか実験計画が必要だということを、まあフィッシャーは言ったわけですね。まあ、フィッシャーはその医学研究の場合でもランダム化ということは言ったんですけども基本的にはその脳実験の場で、まあ、この実験計画法というのを唱えました。で、実験計画法というのは、まあ、先ほどの行楽を制御して比較可能性を保ったりだとかあるいは、まあ、フィッシャーの性格検定のように、まあ、P 値などの確率計算の基礎を与えるような手法であるということです。で、ここまでで、まあ、二重模型ランダム化臨床試験の話を終えました。でここからは、格論的な話になりますけれどもランダム化の方法としてよく使われる方法として置換ブロック法やバイアスドコイン法や層別ランダム化最小化法といったような、ランダム化の手法についてテクニックについて述べていきたいと思います。で、単純なランダム化をすることもよくあるんですけれどもそれだけだと、まあ何ていうのかな偶然によって偏りだとかあるいはランダム化がうまくいけないっていうケースがあるということが問題になっていろんなテクニックが使えるようになりました。で例えば
まあ、ランダム化というのは、まあ、確率的に行いますので偶然というのがあるわけですね。そうすると単純にランダム化をすると100人に1対1で治療を割り付けたとしても偶然のために一方の治療人数が多くなる可能性というのは排除できないわけですね。でまた100人ならばある程度50対50に近づくと思うんですが、10人をランダムにやりつけると5対5を期待したのが、3対7になったり2対8になったりといった可能性があるわけですね。あるいは別の可能性としては偶然のため例えばがんのステージだとか、ベースラインの血圧だとかそういった重要な背景因子が一方の治療に偏ってしまったということの可能性もあります。またこういった偶然のによる、現象ではなくてもっと人為的なものとして責任医師が次の患者の割り付け結果を知ってしまったとあるいは予想されてしまったと、そうするともしかしたらその医師が、一方の治療に期待していたりあるいは好きだったりした場合には都合のいい患者には例えば予後が良さそうな患者にはその、好きな治療を割り付けたりあるいはその逆をしたりということでそういったその割り付け の結果に作為が入る可能性があるわけですね。まあ、そういった、バイアスというのを、まあ、できるだけ排除したいということがあります。でそこでどういったテクニックが使われるかということですけれども、まずその昔用いられていた良くないテクニックとして封筒法というのがあります。封筒法というのは、まあ、自分も、まあ、経験したことないんですけれども封筒の中に割り付け結果を入れて、まあ配布していたと。でその医師は次の患者登録される患者さんが来たら封筒を開けて割り付けを知るというようなことが行われてそうですね。今では、まあ、ほとんどの臨床試験はウェブを使って、ウェブ登録で、まあ、割り付け結果を知らせるあるいは患者さんを登録するということが行われるので、まあ、封筒法というのはないわけですけれどもほとんど、これは、まあ、昔の実際の事例で、こういう事例のことがあったということですけれども、ここに、まあ、示されているのが、施設ごとの割り付けの結果ですね。例えば施設 ID6 番の施設では、B が8人登録されていて一方で、まあ、この施設なこの2番の施設ですねは、A が7人で B が1人しかいないとこういった施設ごとに偏りが生じたという事例です。つまり、まあ、施設ごとに、この試験の場合には、化学療法と、支援薬を、まあ、アドオンするかどうかという比較試験ですけれども B の施設が治療が好きな試験施設では、まあ、この6番の試験の、施設のように封筒を分けてしまってどんどんその割り付け結果を調べていってで、B が出るまで、開け続けると、まあ、こういった偏りが生じるとそういった事例が実際あったそうです。ですので、まあ、こういった封筒法による方法というのは現在は使われていません。で、まあ実際にはウェブを使ってやるということを言いましたけれどももうちょっと、統計的なテクニックとして、痴漢ブロック法というのがあります。で痴漢ブロック法というのはまあブロックというのを考えるわけですね。ブロックというのは、まあ、AABBA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  のようなその割り付け結果の塊のことをブロックと言います。でこの場合は、4つのブロックですけれども、まあ、通常は2から6人ぐらいの塊のことをブロックと言います。でこういったブロックを考えてそのブロックを順番にランダムに並べていくというような考え方で、割り付けの、順序を決めていく方法が、痴漢ブロックの方です。でこういうふうにブロックで考えてやればこのブロック内では2対2で、患者の数が揃っているわけですから割り付けの数が揃っているわけですから、最大でも、2までしか、人数の偏りというのは生じないわけですね。で、こういった AABB のような割り付けのブロックを並び替えてランダム化するという方法が痴漢ブロック法です。でこれとは別に、人数の偏りを調整する方法としてバイアスドコイン法というものがあります。でバイアスドコイン法は、登録ごとに治療群間の人数でどれぐらい偏っているかその差を調べていくわけですね。で差がある程度大きくなればその偏りが小さくなる方向に2分の1よりも大きい確率で割り付けたりもちろんそのこの2分の1より大きい確率というのは、まあ、どういった値でもいいんですけれども大体まあ5分の3とか2分3分の1かそのあたりの確率で割り付けてやれば、差が大きくなればそれを小さくする方法にランダム化されるので、単純ランダム化よりも人数の偏りが、生じにくくなる
というような手法もあります。でこういった方法が人数の偏りを調整する方法で、それとは別に患者背景の偏りを調整する方法もあります。でよく用いられるのが層別ランダム化という方法です。で層別ランダム化というのは割付調因子というような例えば、施設ですとかがんのステージですとか性別とか年齢とかそういった因子をに基づいて、いくつかの層を作ってあって層ごとにランダム化する方を層別ランダム化と言います。で層ごとに単純ランダム化すると、あまり意味がないんですけれども、例えば層ごとに置換ブロック法などを使ってあれば、例えば、施設ごとに置換ブロック法を行ってあれば施設ごと の人数の偏りというのは、例えば、ブロックを4にすれば最大で2までしか生じませんので、そういった方法やり方で層ごとの人数の均等、バランスを取る方法が層別ランダム化です。でまた別のテクニックとして最小化法というのもあります。最小化法というのは、英語ではミニマイゼーションと言いますけれども、いくつかの割付因子の中で、スコアを計算してそのスコアが小さい方に割り付ける方法です。でそのスコアをどう計算するということですけれども、これはその割り付け、の一例を示したもので、ここでは年齢施設という2つの因子を考えますけれども、年齢が低高と施設が ABC という5つ の、2水準と3水準があるというふうに考えます。でこの低高の各々の水準に水準ごとの、現時点での割り付け結果というのが人数がこの10とか6というこういった数字です。でこの時点では、年齢が低い群集団には、16人が高い集団には14人が割り付けられていて、施設でいうと、全体で7人13人10人が割り付けられています。で、こういった状況を考えて次の患者さんの特徴がどういった患者かというと、この場合は、水準が年齢が低くて、で施設が A の患者さんが来たとします。でそうすると、最小化法のスコアを計算するときにそれ以前の同じ層に存在する患者の特徴を見ているわけですね。この場合では、この16と43という数字を見ているわけです。でスコアというのはこの時点のこの次の患者に特徴、の特徴に該当する人数を仮にスコアとします。例えば、この場合ですと年齢に関するスコアは10で、施設に関するスコアは4、あるいは B 群でいうと6、3というのが、割付因子ごとのスコアになります。で、スコアの計算としてはこの単純にスコア因子ごとのスコアを足していただければなくて、A 群に関しては、10たす4で14点、B 群に関しては6たす3で、9点がスコアということになります。で、この14人と9で9人で比較してあって、人数が少ない方、スコアが小さい方に割り付けてやれば、年齢施設で平均してやると、こちらの方が人数が少ないわけですから、こちらに割り付けてやれば、人数の偏りが平、年齢、施設を両方総合してこちら の人数が少ない方に割り付けられるわけです。で、こういったランダム化テクニックを使うということなんですけれども、現実的には、いろいろ制約があります。で例えばですね、最小化法と層別ランダム化考えてやると、最小化法で一つ問題になるのが、それ以前の人数に依存して割り付け結果を割り付けが行われるということですね。つまり、一人一人割り付けを行ったり、あるいは、事前に割り付けの列を決めてやって割り付けていないので、一種のその動的なアルゴリズムが必要になるんですね。で、それに比べて、層別ランダム化の良さというのは、研究を行う前に乱数を発生させてやれば、そのランダム化の率が自動的に決まるということです。でそうしてやれば、コンピューターのシステムとしては複雑にならずに済みますし、イレギュラーなことが起きても対応しやすい。例えば最小化法を行った場合には、途中で患者が登録をやめたりだとか除外になったりというときに、どう対応するかというのを考えなきゃいけないことがたまにあります。
で、ここまでがランダム化のテクニックの話ですけれども、ここから、特殊ランダム化としてクラスターランダム化、要因計画、反応テクニックランダム化の3つについて、紹介したいと思います。まず、クラスターランダム化なんですけれども、まあ、クラスターランダム化のクラスターというのは個人ではなくて施設だとか地域などの集団の単位のことをクラスターと言っています。で、個人以上の単位よりも大きい単位で、介入ランダムにやっている。例えば、施設でいうと京大病院は A や A の治療、黒人は B の治療、東大病院は C の治療、まあ、A でかな A の治療というふうに施設ごとに割り付けるのをクラスターランダム化と言います。で、特に個人に割り付けることが難しいような場合にクラスターランダム化というのは便利なんですね。ただいい面だけじゃなくて悪い面もあって、結局クラスターランダム化というのは解析の単位が、個人じゃなくて、施設ということにありますので、サンプルサイズだとか統計的な誤差に、影響してきます。ですので、具体的に注意が必要な点としては、サンプルサイズの計算をするときにはクラスター内の相関というものを考慮したような計算の方法が必要ですし、あるいは統計解析する場合には単純にランダム化したときのような方法ではなくて、クラスターを考慮したような統計手法が用いられたりします。あと要因計画というのは後で事例でお話した方が分かりやすいんですが、要因の組み合わせ、例えば治療 A と治療 A、B っていう、まあ、一つの要因と治療 D、C というような別の要因の組み合わせでランダム化するような、複数の要因の組み合わせを調べるような、デザインのことを要因計画と言います。また反応適応的ランダム化というのは、これまで観察されたアウトカムに基づいて次の患者さんの割り付け確率を変えるようなデザインのことを反応適応的レスポンスアダプティブランダミゼーションというふうに言います。で、まあ一つ一つ事例を紹介しますけれども、クラスターランダム化の例として 3D 試験というのがあります。 3D 試験というのは、まあ、未治療のダイウス病患者の臨床試験で、セルテュラリンという抗うつ薬を、25ミリから50ミリに残像する群と、セルテュラリンを25ミリから100ミリに残像する群、この2つの治療戦略を比較するような試験です。でアウトカムは PHQ-9 ですけれども、こういったその治療戦略を、割り付ける試験では個人に割り付けると、例えば他 の患者と治療戦略が違うので、そこでその患者さんが、まあ、不安に思ったり、あるいは、治療のコンタミネーションが起きて、まあ、50ミリ残存する予定だったのに100ミリまで残存してしまったりとか、そういったことが起きるので施設ごとにクラスターランダム化をしたというような事例です。で、サンプルサイズ計算についてですけれども、これは、まあ、後の講義でも詳しく紹介しますけれども、ここでのポイントは、まあ、こういった通常サンプルサイズの計算に、必要なパラメータに加えて施設の数だとか、あるいはクラスター内相関係数のようなこういった追加の情報を加えて、つまりクラスターの情報を加味して、サンプルサイズを計算しなければいけないと、まあ、結果的には、まあ、1982年だったんですけれども、こういった、クラスターランダム化特有の、まあ、サンプルサイズの計算が行われるということです。で次に要因計画試験の例ですけれども、これは、フィジシャンズヘルスタディという事例 でこれはその健常人男性に、低用量アスピリンを投与するかどうか、プラセボかという要因とベータカラチンを投与するか、あるいはプラセボかという2つの要因を割り付けた試験です。でもうと端的に言うと、この試験は ABCD の4つのグループを比較した試験 で A 群は低用量アスピリンプラスベータカロチンの併用で、 B 群は低用量アスピリンにプラセボを投与する群、 C 群はプラセボにベータカロチンのみを投与する群で、 D 群は両方プラセボの群、この 4群の試験で、2つの仮説を検証しました。でどういう仮説かというと、1つ目の仮説としては低用量アスピリンが心血管腫を減少されるかどうかを見ているわけです。で、この仮説を調べるときにどういうふうな比較をすればいいかということですけれども、この A と B というグループ、つまり低用量アスピリンが入っている群と C、D という両方プラセボの群、この2つのグループを比較するわけですね。で、この2つの群の心筋管イベントを比較すれば、A、B、つまり低用量アスピリンが心筋管腫をプラセボに比べて減少させるかどうかを調べられるということです。で、同様に β カロチンに関して言うと、A、C と B、D を比較すれば、がんの発生を抑制されるかどうかということが調べられると、こういった、一つの試験で要因を組み合わせることによって、二つの仮説を調べる、そういった試験のことを要因計画試験と言います。
で、最後に適応反応適応的ランダム化試験の例ですけれども、これは古い事例でエクモ試験という試験があります。エクモというのは、重症呼吸器不全に対して、人工肺やポンプを使ってやって、で体外循環を回してやって、まあ、救命しようというような治療で、この試験の場合には、新生児に対する、まあ、新生児の呼吸器不全に対するエクモ療法を評価した試験です。で、当然そのエクモというのは非常にその侵襲性が高いんですけれども、重症呼吸不全のような、まあ、致死的状況に対して、まあ命を救うために、まあ、行うというような状況で、ただその当時はエクモの有効性というのは、まあ、完全に確立しなくて、従来の、まあコンベンショナルメディカルセリフィーと書いてますけれども、エクモを使うような治療をしていたグループがあったというような状況だそうです。で、この研究でどういった、臨床試験を行ったかということですけれども、まずフェーズ1とフェーズ2という2つのフェーズを設定した試験です。で、フェーズ1では、まあ、単純ランダム化でエクモと CMT を1対1で割り付けるわけですね。ただ、この試験では非常に同意を取るのが難しい、エクモという、まあまあ、有効な治療がをランダムに有効と思われていたような治療を割り付ける試験だったので、一方の群で死亡休憩観察されるまでは継続するんだけれども、そこからは、それ以上は、まあ、ランダムに割り付けないようなデザインを取りました。具体的に言うと、このフェーズ2ではもう片一方の群に、つまり、まあ、死亡が4件観察されなかった群にランダムに割り付けて、で、さらに死亡が4件観察、その群に死亡が4件観察されるか有意差がつくか、そういったところまで登録を続けるような試験デザインが行われました。で、どういった結果かというですけれども、こちらがその小6で臨床試験の小6ですけれども、まあ、フェーズ1では CMT 群で、10人の新生児について、4人が亡くなって、でエクモ群では、9人中9人が生存したと。で、まあ、これがそのフェーズ1の結果ですね。で、4人の患者が亡くなるまで、親戚が亡くなるまで、試験が継続されて、でその後20人の新生児が、エクモフェーズ2で、エクモを、まあ、で治療を受けて、でこの20人の子どもの、データを合わせて、まあ、こういった、論文の報告されたと。で結果的には、まあ、ここに示されているようにエクモ群の、生存率が優位に高かったというような、試験です。で、このようにその、まあ、これはその臨床試験 の, デザインの解説なので、その前の患者の、アウトカーに基づいて、割り付け確率を変えるというのは反応適応的ランダム化試験のこと で, この試験の場合には非常に極端な状況で、死亡が4件観察されるまで継続するような、試験が行われたということです。でもちろんこういったランダム化が本当に許容されるかどうかというのは非常に難しい問題で、まあ、この試験の場合にもそもそもこういった、ランダム化を、行っていいかということもありますし、ランダム化試験が難しい状況だったと状況設定の時に、もう一方の群に 100% 後だから割り付け結果を変えるので、こういった試験全体が許容されるかどうか、倫理的に許容されるかどうか、そういったことも非常に問題になりました。まあ、いずれにしてもこういったエクモと従来療法のようにランダムに割り付けることが難しい場合に、まあ、しばしば反応適応的ランダム化試験が行われるということです。ただ、まあ、それが本当に倫理的に妥当かどうかというのは議論が分かれるということですね。で、いくつかランダム化の方法について紹介しますけれども、最後に、ランダム化に生じた治療切り替えの問題について、簡単に触れて、で、いくつかその、まあ、この研究事例に対する疑問を、まあ、皆さんと考えた後に質疑応答を受けたいと思っています。でこの事例は、乳ゴンの術後ホルモン療法の臨床試験で、ビッグワン98試験というものです。でこの試験はホルモン感染の早期乳がん患者を、対象にした試験で、レトロゾールというアロマタイゼインヒビターの、フェーズ3試験ですね、市販後承認根拠になった試験です。で比較対象は当時標準療法だったタモキシフェンで、
エンドポイントは、死亡再発あるいは2時間のうち一番早いあのイベントを取る未病生存期間です。で、副次エンドポイントは、再発や2時間はあの取り扱わない死亡だけを見た前線予期間ですね。でこの試験の背景としてまずこのレトロゾールの承認式であったということとあとはがんの臨床試験のエンドポイントは全生存期間が一番まあ見たいエンドポイントなんですがこの試験の場合には無病生存期間がプライマリーエンドポイントだったそういったことがポイントになります。で、ランダム化比較試験の場合にはあの行楽の調整というのは行われなくて単純に特にがんの臨床試験の場合には生存曲線を比較するということで解析が行われます。でこちらがその主たる結果で横軸にまあランダム化からの時間を取っていて縦軸にまあ先ほどの無病生存割合を取ったものがこちらの図です。で、上にあるのがレトロゾールで下が玉木視点ですね。で、非常に差は小さいんですけれども数パーセントしか差がないんですがあのレトロゾールの方が上にあってつまり無病生存が、率が高かったので、まあ、実際今 P 値を計算すると 0.003 で、レトロゾールの方がまあ優位に勝るという結果だったのでこの試験をもってビッグワン98試験 の、まあ、主たる解析が、に基づいてレトロゾールが承認されたという、まあ、データです。で、まあ、このデータの前後にある経緯をちょっと補足説明すると1998年に登録が開始されてでこちらのデータというのは2年の追跡が完了した時点の、結果です。でこの図のようにレトロゾール群の無病生存期間が優位に勝るという結果だったんですね。ところがその後のデータをどう解釈するかというのが、まあ、この事例 の面白いところでこういったレトロゾールが勝るという結果が出ると本当はそのがんの臨床試験の場合には、無病生存率の差がついてからオーバーオールサバイバル全生存期間に差があるかどうかというのを調べたいんですがそういった長期フォローアップをする前に、レトロゾールを飲みたいという患者さんが出てくるわけですね。つまりこういった結果が分かったのでタモキ試験群に割り付けられた患者はレトロゾールを投与してほしいと。でそういったことがまあ拒否できないので当然そのプロトコルを改定をしてレトロゾールを提供してもいいというふうに、まあ、あの研究計画が書き換えられました。でそうすると当然タモキ試験を飲んでいた患者で、レトロゾールに切り替える患者さんがまあ出てくるわけですね。でそういった状況の中で、まあ、ニューイングランドにこのデータが公表されてでレトロゾールが承認されました。で当然この試験の副次的目的として、無病生存率だけじゃなくて全生存期間も評価したいわけですからフォローアップが行われるわけですね。でそのフォローアップが行われた5年追跡結果が2009年にニューイングランドに出ました。でところがこの試験の結果を解釈するって難しかったのがタモキ試験群のまあ、およそ4分の1、619人が治療がタモキ試験からレトロゾールに切り替わっていたということです。で、こういった治療切り替えを無視した ITT 解析というような、まあ、解析の結果、全生存期間が見たかったんだけれども、優位がなかったというのが、まあ、この2009年の結果です。で、もう一つ紹介したいのが、この2011年の結果で、この試験と同じデータを使って別の結論を出した論文が出たということです。これは、まあ、JCO に出た別の論文ですね。で、ちょっと治療の切り替えのことを整理したいんですけれども、この試験では、レトロゾール群と試し試験に2470人と2463人にそれぞれランダムに割り付けられて、で、先ほどのニューイングランドの2005年の解析では、この集団 A と B では比較されました。つまりこの同意撤回や治療を開始しなかった7人と4人の患者さんというのは、まあ、データがないので、除外されてこの A と B の比較が行われたわけですね。これが ITT の集団と言われるものです。ところが実際その後に行われる解析ではこの集団 B の中で、治療切り替えが行われなかった1840人もいればそのレトロゾールに切り替えた619人の患者さんがいたわけです。でここで問題になるのはまあ、レトロゾール群はこの集団 A を使うのデータを使うとしてこの C と D の患者さんがいたときにどういうふうな比較をすればいいかどういうふうなデータの扱いをすればいいかということです。でもうちょっと時系列的に見ていくとこれはその治療切り替えの模式図ですけどもまあ、仮にランダムからまあ6年のフォローアップが行われたとして緑がレトロゾール群黄色がタモキ試験群としてこの
黒い丸が、まあ、イベントというふうにします。まあ、再発だとか死亡のことですね。で、こういったイベントまで観察できればいいんですけれども、実際には途中で追跡不能になったり、あるいは、追跡が終了して、まあ、観察が終わってしまうような患者さんがいます。で、こういった、患者を解析上どう扱うかというと、まあ、いわゆる打ち切りというふうなことで、生存に関係するではセンサリング、打ち切りというような扱いになるわけです。で、これが、まあ、通常 の, データの状況ですけれども、この試験の場合にはどういうことが起きたかというと、途中で治療切り替えを行われるわけですね。で、そうすると仮に最初は多目的支援なんだけども、この治療が行われた星マークの後は緑のレトロ像が投与されたような状況で、まあ、多目的支援からレトロ像に切り替わって追跡病になったり、あるいはイベントが起きたり、そういった2パターンの患者さんが存在するので、この患者さんをどう扱いかばいいかということが問題になるわけです。で、具体的に何が起きな、どういった扱いになったかということですけれども、一つのパターンとしては多目的支援群として扱ってその治療切り替えを無視したという解析が、まあ、2009年のニューイングランドの論文で行われました。これを、まあ、後で説明する ITT 解析と言います。で、もし仮に治療切り替え後のレトロゾール投与が有効だとしたら、多目的支援群の予後というのはその治療を切り替えたことによって成績が良くなるはずですよね。そうすると2群間レトロゾール群と多目的支援群を比較する場合には差が薄まる可能性が高いわけです。まあ、これは、まあ、ITT 解析で期待される結果ですね。で、別の、扱いとしては多目的支援群として扱うんだけれども、治療切り替えの時点で打ち切りにする扱いというのも考えられます。つまりこの先ほどの図で言うと、この時点で打ち切りにする解析です。これを、まあ、論文では、センサイド解析というふうに呼んでいますけれども、打ち切りにすると、その後のイベントを、打ち切りとして扱うわけですから、もしかしたら ITT は逆に、多目的支援群で、まあ、イベントを減らす方法に働くので、もしかしたら差は大きくなるかもしれないし、少なくなるかもしれないという状況です。で、ただいずれにしても言えるのは、センサード解析の場合にはイベントが観察された患者さんでも打ち切りとして扱うわけですから、イベントが減るんですね。そうすると診断結果は必ず広くなります。で、また別の方法として、最後の JCO2011 年に JCO 論文としてで用いられた方法が IPCW 方法という方法です。これはこういった割り付け群ですとか化学療法の有無とか年齢とかいろんな患者の背景情報を使って打ち切りにでもなるバイアスを補正する方法と思ってください。で、まあ、実際にこの3つの解析が行われたわけですね。で、こういった3つの解析についていくつか補足説明しますけれども、まず ITT の解析というのはどういうものかというと、ランダム化された全患者を割り付け群の通りに解析すべきであるというような、方法です。で、直感的には解析から逸脱された患者さんのようなノイズのように思いますよね。で、そういったノイズのような患者さんを除外した方が、まあ、ランダムな誤差は減るような気がするんですけれども、実際にはそうでもなくて、ランダム化後の計画の逸脱というのは、例えば、この指令のように、まあ、多目的支援群だけで、逸脱が起きる可能性があるわけです。そうすると両群間で均等にデータを扱ってないことになるわけですね。で、そういった、群間での偏りを減らすためにランダム化しているわけですから、そういったことをできるだけ排除したいというような考え方でも、基づいているのが ITT の原則です。で、IT の原則というのはこのランダム化された全患者を割り付け群の通りに解析するという方法で、そういった原則に従えば、まあ、ランダムに割り付けているわけなので、2群間で、少なくともデータの扱いに関しては公平になるし、こういった取り扱いが違うことに起因する偏りというのは避けられるわけです。で、最初の、フローチャートで、同意撤回等が、まあ、除外されているということを、まあ、お示ししましたけれども、もうちょっと正確に言うと、IT の原則に沿って解析されているというのは、ランダム化された全集団よりももうちょっと広い集団というふうに見なされています。どういうことかというと、ランダム化を行った全集団の中で、しばしば、ランダム化を行った後に
適格基準に違反しているということが分かる場合があります。で、こういった集団を除外した集団を、まあ、仮に適格集団と呼びましょう。で、この適格集団から実際に研究を行うと、適格判明したんだけれども治療を全く受けなかったり、あるいは、アウトカムのデータが全く得られないような集団があることがあります。で、こういった、事後不適格ですとか治療を受けなかったり例が全くない、こういった集団に関しては、まあ除外するせざるを得ないので、通常この最大の解析対象集団と言われるようなフルアナリシスセットと呼ばれるような、集団を解析する場合はまでを ITT の原則を日射型というふうに見なします。で、この ITT の集団に対比されるのが、プロトコル準集団というものです。で、このプロトコル準集団は先ほど の、まあ、治療切り替えの例のようにプロトコルから逸脱したり試験治療を不遵守だったり、そういった集団を除いた集団のことをパワープロトコルセットというふうに言います。ですので、先ほどの、まあセンサード解析は集団の扱いとしては、まあ、パワープロトコルセットというわけではないんですけれども、まあ、打ち切りを除外、治療切り替え以後のデータを、まあ、打ち切りにするということは、まあ、このパワープロトコルの考え方に近いということですね。で、こちらがそのニューイングランドの2005年や2009年や JCO2011 年の論文の結果をまとめたものです。で、ですね、このニューイングランドの場合は、ITT 解析を用いて無病生存期間をエンドポイントにして解析が行われて、で、ハザード値は 0.81 だったので、で、優位だったので、その、まあ、リカレントディディーズ、再発に関しては、リスクを下げるなということが結論付けられて、レトロドールが承認されました。で、その後行われたニューイングランド の、 2009年の論文の解析が問題で、この論文では全生存期間がまあ主に注目する評価項目だったんですけれども、この解析について ITT とパワープロトコールの2つの解析が行われました。で、 ITT の解析ではハザード値が 0.87 で少しハザード値が大きくなって1に近づいて、で P 値が 0.08 だったんですね。で、ところが若干解析の対象集団データの取り扱いを変えたパワープロトコール解析ではハザード値が 0.81 で優位だったと。で、まあ、この2つの解析の、が報告されているわけですけれども、この2009年時点の結論としては、The difference in overall survival with letrozole monotherapy and tamoxifen monotherapy was not statistically significant ということで、まあ、こちらの ITT の解析の結果に基づいて結論を下していて、レトロゾールの有効性に関しては、統計学的に有意差がつかなかったというふうな結論を出しています。で、その後の JCO2011 年の結果なんですけれども、こちらは IPCW4 というような、まあ、ITTPP のような単純な解析ではなくて、特殊な解析を使って、で、ハザード値は 0.82 で、P 値が 0.005 で有意差がついたというような結果です。で、この論文の結論としては、まあ、この IPCW 解析のに基づいて、死亡のリスクについて、有意にレトロゾールが減少させたというような結論がついています。で、まあ、こういったいくつかの解析が報告されたわけですけれども、最終的な論文著者の結論としては、これはまあ JCO 論文の結論の文書ですけれども、レトロゾールによる補助ホルモン療法はタモキシンに比べ死亡リスクを減らすというような結論になったわけです。で、これについていろいろ考察してみたいんですけれども、まあ、一つ目の疑問としては、まあ、レトロゾールの薬事承認は無病生存期間が根拠になっているわけですね。で、なぜ、全生存期間に応えるのかということを、まあ、考えてみたいんですけれども、これは、まあ一つはマーケティングに関係することで、薬事承認だけじゃなくて臨床試験の結果っていうのはやっぱりその後の、販売だとか、あるいはガイドライン等のエビデンスの根拠にあったりします。で、そういったことを考えると、無病生存期間で差がついたかどうかだけではなくて、やっぱり税制の期間について、メーカー側としては評価してほしいし、あるいは臨床医としてはそういった結果が本当にどうなのかということを知りたいわけです。なので、まあ、2年の成績だけじゃなくて5年の成績を、まあ、評価する十分なモチベーションがあったわけですね。で、まあ、次に疑問になることとしては、まあ、ITT や PP や IPCW の方法のようないくつか、まあ、統計手法があって、
で、どの解析手法が正しいかというのはいろいろ議論が分かれるところなんですけれども、いずれにしても、まあ、2005年に全生存期間を強化した時にも含め、4回も全生存期間に関する解析が行われているわけですよね。で、4回も解析をすると偶然によって有意差が出ることもあるのではということもある、考えられるわけです。で、もっとまあ厳しく言うと、例えばまあ来年まあこの論文の著者が論文出して、データを出してきたら、まあ有意差が消えてしまっているかもしれない、そういったまあ疑問が出てくるわけですね。なので、こういったのをいくつか何回も解析することについて、まあ皆さんどう考えますか？まあ、なかなか、これについては、結論が出ない問題なんですけれども、やっぱり、偶然の誤差というのはあるわけですね。そうすると4回解析すると偶然によって差が出る確率というのは、まあ、当然あって、で、そういったことに対応するために何をどうするかというと、特に薬事承認の場合ではプライマリーエンドポイントに基づいて、薬事承認を行うと、つまりこのケースの場合には無病生存期間をプライマリーと設定したので、プライマリーエンドポイントの無病生存期間の、主解析、2005年段階での解析のピーチで、判断するのが正しいということです。ただ、まあ、もちろん副次解析に関しては、まあその無病生存期間の結果をサポートしたり、あるいは探索的な意味合いで、興味で、解析するということは十分必要なので、こういった4回も解析するわけですけれども、そういった場合にはやっぱりまあ多重性の問題というか、複数回解析するので偶然による、差というのが観察される可能性はまあ否定できないというところです。で、次に、ため息試験のみクロスオーバーが生じているわけですね。そうすると打ち切りにしようが重きもつけて IPCW のような特殊な扱いをしようが、二群間でデータの扱いが異なざるを得ないわけですね。これはそのデータに伴って、フォローアップに伴ってそういったバイアスの要因が生じているので、どういった解析を扱っても、まあ、比較可能性がなかなか得られないわけです。で、そうすると、まあ、バイアスの観点から言うと2年追跡時点のニューイングランドの2005年の段階ではそういった治療切り替えが全く起きていないわけですから、最もバイアスがない可能性もあるわけです。そうすると、2005年の結果を信じると無病生存期間は優位だけれども全生存期間に優位差がなかったわけで、そうするとこの2005年の結論というのは一番真実に近くて、で、その後のニューイングランドの2009年だとか JCO の、結果というのは、まあ、どちらが正しいのかどうかというのは、まあ、分からなくなるという見方もあります。これについて言うと、これはその統計学的なランダムな誤差を考えるのかバイアスを考えるのかということです。つまり、無病生存期間は優位で全数期間では優位差がなかったというのは、まあ、バイアスの観点から正しいんですよね。ところが、2005年の段階ではフォローアップが十分でないので統計学的な検出力が不足したり、あるいは逆に言うと、信頼感が広かったりして全存期間に関する確たる証拠が得られないということ状況なわけです。で、そういった状況の結果を信じるのか、あるいはバイアスが多少入ってもいいので、5年間のフォローアップをして、で、十分なイベントのデータを解析した方がいいのか、それに関しては、まあ、どっちが正しいかというと見方が違うので、なかなか判断がつかないと思います。で、まとめるとですね、論点を整理すると、まあ、ランダム化臨床試験の場合には、プロトコールでは、主要エンドポイントを規定します。で、主要エンドポイントというのは主論文の結論だとか薬事承認の根拠として重要ですし、あるいは、全生存期間などを副次エンドポイントする場合には仮説生成や探索的解析のために設定するので、まあ、そういった目的でしか使えないというものです。で、また、この事例で言うと検定の多重性といって何回も検定を行うとどこかで有意差が出る可能性が高くなるという現象があるので、検定の多重性を調整するためには主要エンドポイントを1つ決めて、結論に対応した P 値というのを1つ設定する、そういった、まあ、対策を取られるのが普通だということです。またランダム化の後に治療切り替えのような比較可能性が妨げるような問題が起きたらどうするかということですけれども、主たる解析については IT を原作にしちゃうことが、まあ、現在では標準的に行われています。ただ、こういった長期試験のように
思考切り替えのような問題が起きるということはまあしばしば見られるので、最近では副次期解析や感度解析などを行ってきて、で、本当に主演のポイントの結果がサポートされるかどうか、どういった扱いをしても、眼形の結果を得られるかどうか、そういったことを見ていくことが、まあ、だんだん重要になってきています。まとめますと、そういったことになりますけれども、最後に、今日紹介した、引用文献ですとか事例について、まあ、挙げさせていただいて、ここで、まあ、一旦講義を終わって、で質疑応答の時間にしたいと思いますけれども。